こんにちは、佐々木です。この動画では中国輸入の定額制またはね、1回払いの違いですね。どう、なぜ、このようなね方法でどちらがいいかってことをね、ぜひね紹介させていただきます。はい、私はですね、中国輸入、ちょこちょこねやってるんですけど、定額制とね1回払いってあるじゃないですか。誰でも言うんですけど、でこの違いですね、何が違うかってぜひ紹介させていただきます。はい、まずですね、定額制書きますか。定額制で、定額制って例えば有名どころ、なんとかマートとかね、いろいろあると思うんですよね。はい、でこれですね、なんで3万円してか分かりますか、逆に。はい、でなんで3万円してかっていうとですね、その会社の儲けと維持なんですよ。維持ね。で定額制にしてしまうと絶対お金入ってくるじゃないですか、3万円。はい、で例えばね、OM とかやってない人で小ロットで商品頼むとするじゃないですか。で頼んだ商品が実際に一月で売れるかどうかって話になってくるんですよ。売れると思います？実際売れないんですよね。はい、なので定額制って逆にちょっと黒い部分があって、例えば契約しますので忘れる場合あるじゃないですか。そのやっぱり定額やめようと思って、その契約やめる、解除するのを忘れる場合ってあるじゃないですか。でもお金取られちゃいますよ、向こうにね。はい、なので中国輸入の初心者の方とか慣れてない方っていうのはですね、絶対定額制って良くないんですよ。はい、お金が取られちゃうんで。で場所によってなんですけど、土日休みになってくると作業がね遅れちゃうんで商品が届かないじゃないですか。なので基本的に土日休みっていうところはあんまり本当にね稼いでる人だったらいいんですけど、稼いでない人は、ね、逆にやめた方がいいですね。その結局商品が遅い時点でこっちは損じゃないですか。でそういうとこってあるんですよ。ちょっと名前は言わないですけど、で私はねそれ借りた時にすごいびっくりしたんですよ。いや本当かよと思って。で作業もね遅いですよね、やっぱ素人なんで相手が。一応担当さんつっても全然話も噛み合わないし、素人になってくるんで、やっぱりあれですね、もし雇うとしたらやっぱりしっかりしてるところですよね。そういう知識もあってね、例えば日本の法律で引っかかるかどうかっていう商品とかも知ってる人と結構いるんです、中国人で。はい、なのでそういうのを知ってるところだっていいんですけど、全くど素人でやってるかなので、そういうところはねやめてるんですよね。はい、宣伝の前とかあるので、ぜひ気をつけて、ね、やった方がいいですよね。はい、で次なんです、1回払いなんですけど、1回払いのいいところっていうのは1回払いなんですよ。でなおさらです、さらにです、いいのは日本人がやってるところがいいかと思うんですよ。で場所によってね、中国人がやってるところもあって、別に悪くはないんですけど、日本人がやってるところになってくるとやっぱり法律は知ってるんですよ。で中国人でもやっぱ日本の文化知ってる方多いんで、日本語も選ばれですし、対応もとても早いですね。なのでこちらとしては安心するじゃないですか。安心するもするのでやるとできますよね。で日本人が経営しているから基盤がしっかりしてるんで、日本の会社の方に、ね、連絡できますよね、万が一の時にね。はい、なので日本人が経営してて1回バレっていうところを私は押すんですよ。で中国人のところもあるんですけど、トラブルになったっていうのはあんまり、ね、聞いたことないですよね。で中国人が経営してるとこの面白いところはね、日本の代理店、日本人がやってるところが輸入できないものをね輸入できるんですよ。例えばね水鉄砲とかね、なかなかそういうのできなかったんですけど、そうできるんですよ。はい、なので初心者の方、メルカリとかね、ラクマ、ヤフオクで売ってる方っていうのはね、できれば1回払いのとこを利用して、でいろいろ使ってみると面白いかもしれないですよね。先ほど言ったんですけど、水鉄砲っていうのは日本で一部のものは輸入できないらしいんですよ。何か法律に引っかかるみたいなんで、それでもね中国人経営だと輸入できるらしいんですよ。でも日本人がやってる、日本人経営者のところだとなんかできなくて輸入できなかったっていうね報告もありますし、なまじでいろいろ使ってみると面白いかと思います。はい、だからぜひね、いろいろあると思うんですけど、私は1回払いのとこしか使ってないんで、でそこをずっと使ってて、かなり割引になったんで良かったんですけど、
まあいろいろね、試してみるのも一つの、ね、手段であって面白いかと思いますので、ぜひね、試していただければね、いいかと思います。はい、今回の動画は以上となります。最後ご視聴いただきましてありがとうございました。